ゴーカーチャンネル。はい、ホンダの CR-V ですね、エンジンスタートストップボタンは右側にこの車はついています。で、まあこの車ももうメーター部分が液晶タイプになってまして、ここのデザインがいろいろ変わるというようなことになっていると思います。で、タコメーターが上に、でその下にスピードメーターのデジタル表示がなされるというような形ですね。で、その下にインフォメーションディスプレイがあるんですが、まあ、これも内容をいろいろ変えることができます。今はこれ燃費計ですね。あと航続可能距離が出ています。それから一番下のバーは、瞬間燃費ですね。これホンダずっとやってるんですけれども、これが用意されています。で、その次にこれは平均車速とかですね、出てますね。それからこれは今コンパスが出てますが、多分ナビゲーションの表示もするんだと思います。ちょっと今確認してないので分かりませんが、そういったことになっています。まあそれからあとは機能の設定とかですね、エンジンオイル交換までいくらいくらといった表示がするようになっています。まあこれは、ホンダのシビックで紹介したのとよく似た、感じになっていますね。で、まあここ最近のトレンド装備は大型網羅されていまして、まずまあこのグレードに関してはこれ今パワーシート、前後上下それから背もたれも全部パワーアジャストですし、ランバーサポートですね、腰の部分からビューと出す、これもパワーで、アジャストできます。で、革シートということでシートヒーターもこれは3段、運転席と助手席それぞれに3段で切り替えることができるようになっています。で、エアコンも左右独立エアコンも装備されていますね。で、ここ最近のまあ流行りとしてはですね、パーキングブレーキはこの車電気式が採用されていて、これで容易に操作ができるんですけれども、その下に、ブレーキホールドっていうのがあります。で、これ今 D レンジに入れて今、まあ、普通にこうやってブレーキペダル離せば進みますよね。で、ブレーキホールドっていうのをポッと押しておきますと、ブレーキペダルから足を離しても今離している状態なんですが止まっている状態なんですね。再発進したいときはアクセルペダルを軽く踏めば再発進するといった機能もついています。で、アイドリングストップももちろんございますし、イーコンボタンですね、これホンダがやってる、まあ節約、燃料を節約しながら走りたいという場合にはこれをオンにしておけばいいといったものです。エアコンのその強弱もだいぶこれで変わってくるようですね。ただまあここまで新しい割にシフトレバーが随分旧来のこの TGA レバーでですね、なんでこれがこうなっちゃったのかなというふうにも思わなくもないんですが、まあ使い慣れてるからこれがいいといやこれがいいっていう気もしなくもないんですけれども、まあこういったものになっています。ハイブリッドはまた違うようですが、またハイブリッドの時にご紹介したいと思います。で、このあたりのセンターコンソールもいろいろこうカップホルダーとか物が飛んでかないようになったりしてるんですが、ちょっとカメラで映りますかね。ここにトレイがあるんです。このトレイが。で、カタログによれば、ここに、スマホをこう置いてもですね、いいらしい。こういうふうに、いいらしいんですね。で、まあ、多少滑らないような形になっているというようなことにもなっていましたし、これが今さっき気づいたんですが、リムーバブルって書いてあるんですね。っていうことはこれ動くんだと思って、こう動、確かに動くんです。こういうふうに。で、ここの中には USB と、あとこれは電源が、12V の電源がありますし、もっと言うとですね、これがですね、さっきやったんですが、取れちゃうんですね。こういう感じで。これごと取れちゃう。で、大きいものを入れたければ、ここを入れることができるっていう、こういうところの、使い勝手の良さは、やっぱなんかホンダらしくて面白いなという印象がございますね。で、まあこのあたりは木目のパネルがあって、ちょっとこう高級車感があっていいなというふうにも思いますし、これは、サンルーフがついています。ちょっと今雨が降ってるんですが、まあいいか、ちょっとチルトアップで今開けてみました。さらにスライドをしようと思うと、こういうふうに、開きます。
もっと開きます。ここまで開きます。もう雨降ってるんですぐ閉めますけれども、こういう風になっています。さらにもう日差しが暑くて嫌ですよという場合にはこれも電動でサンシェードがこういう風に出てきますね。もうこういったところは本当にプレミアムカーですね。CRV も初代の CRV を知っている身としてはちょっとびっくりなんですが、でここはこうメガネ入れにもなっていますし、これがリアの、どうやって止めるんですかね、あ、止まりましたね。リアの座席、例えばお子様などを乗せた時に、ドライバー席からお子様が見えるような仕掛けにもなっています。メガネ入れとこの、リアミラーをこう兼ね備えているっていうのも面白いですね。こういったところもこういうのは輸入車にはなかなかない、面白い点だと思います。でもう一つ、これはオプションなんですが、アドバンストルームミラー、さっき計測編のところでお話ししましたけれども、後ろにカメラがついているというようなお話をしましたが、ルームミラーが、後ろにあるカメラで撮りまして、こっちに映し出しているというふうになっています。こうなれば普通のミラーなんです。こうすれば普通のミラーと同じように従来のようにこう映るんですが、これをこうしますとオンになりまして、まあ角度はもうどうでもいいんですね。これで後ろがそのヘッドレストとか邪魔なものが見えずにしっかりと鮮明な映像が映し出されるという風なのもこれはオプションでつけることができます。こういったところも革で巻いてるわけではないと思うんですが、革巻きのようなデザインになってますし、まあ大変こう高級感のある印象だと思います。シートのサイズもゆとりがございます。それからまあこれは市場でお話ししたいと思うんですが、ホンダセンシングですね。前の車に追従する ACC とか、車線維持支援システム、ホンダ風に言うと、このスイッチを押すとそれが効くというようなことになってたりしますので、これはまあちょっと今日の試乗コースだとできるかできないか分かりませんが、まあできましたらこれも試してみたいと思います。では今からこの車に乗って実際に走行フィーリングを試してみたいと思います。